リブルで上がっていく、前に送ってスペースにボールを出した、右サイドから中澤折り返して同感シュート、先制しました。13番の安原が決めた。先制。前半の16分、ここは右にそれていきました。5番の笠のヘディングシュートでした。準々決勝ではセットプレーから1点です。狙いましたね。どうだ、出てきた、どうか、まだあるヘディング、どうで、どうか、まだある、まだある、ゴールキーパーさん、どうだ、キーパー、キーパーチャージかな、その前にキーパーチャージですかね。さあそしてここで静岡学園が県大会を制しました。1対0。ここまで点取れてなかったんで、決勝で決勝ゴール決めれて本当嬉しいです。いや、とにかく1試合勝てて嬉しいですけど、自分たちの目標は日本一なんで、ここで勝って喜ばずにしっかり努力して日本一になるように頑張りたいです。